超執刀カドケウスということでごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ今回からはですねこちら NintendoDS の超執刀カドケウスやっていきたいと思います。私ね医療芸は結構やってきているのでパッとね超執刀していきたいと思いますわよ。ということで最初からクリア目指してやっていきましょう。ニューゲームピロリン。仙波市北崎病院、首都圏近郊 T 県千葉市、千葉県ですかねに今日構える北崎病院。地域に溶け込んだ診療で人々から頼りにされている病院である。ここにまだ先輩医師の指導を受ける一人の若い医者がいた。研修医さんですかね。彼は医療技術を磨きながら人々を助ける多忙な毎日を送っている。だがその真の才能は未だ眠ったままであった。お、いいですね。かっこいいですよ。ここまで、あ、セーブ早い。はい、セーブします。イェイ。第1話。はい。一章、外科医、月森康介。早かった。ストーリー 1-1、執刀の心得。北崎病院、診察室。お、看護婦さんですね。患者さん、手術室に入れました。古村桃江さん、39歳のベテラン手術助手。言えない。手術助手。少々口うるさい一面も。なるほど。右上肢、右の上の腕側。意識ははっきりしている。はいはい。血液試験もしているわけですね。傷は派手だが命に別状はなさそうだ。なんか、頼りになりそうなお医者様ですね。バイクの転び方に救われたようだな。靴掛先生。外科局長。あ、リーダー。やっぱ、あれですね、ベテランさんですね。リーダー的存在。靴掛先生。沈着冷静をモットーとする。職務に対しては厳格。しっかりした人だ。月森、執刀はお前だ。はい、これが私です。私操る。月森康介、本編の主人公。26歳の若き外科医。研修医は上がったばかりだが、医師としての使命に燃えている。研修医ではもうないわけですね。会心の予定があったんですけど。そんなの後に決まってるでしょ。確かに。会心よりもオペの方が優先ですね。この場合は。単純な摘出ぐらいで済むはずだ。気負わずやれ。はい、わかりました。いつもの通り冷静に迅速に焦らずしっかりと。私を呼ぶことのないようにな。つまり、失敗するなってことですね。カルテ、手術の説明。田中君代さん、172.3 センチ、70.5 キロ。はい、タイムリミット5分ですかね。右中腕部に裂傷、異物を確認。裂傷の縫合及び異物の除去が必要。休館できた田中さん。オートバイで転倒してガラスのドアに突っ込んでしまって痛い。その時にできた裂傷から結構出血してきてるわ。突っ込んだ右肩にはガラスの破片が残っている。形成の田沼先生は学会でいらっしゃらないし。なるほど。まあこう言われるとね、やらざるを得ませんね。余裕です。手術要項は2つ。出血している裂傷の縫合、結んで外皮及び皮下に刺さっているガラスの破片の摘出除去。はい、傷が残らないように丁寧に。わかりました。では最初のオペ行きましょうか。それではオペを開始します。てーん。お、いきなり始まりますね。オペレーションスタート。はい、アイテムがいっぱいある。よろしくお願いします。はい。まずは出血のひどい裂傷の処理ね。はい。ナートする。糸を選んだ。ジグザグに。こうですか？お見事。なんて基本よね。じゃあこっちも。基本なら。はい。もう一つの裂傷も縫合しましょう。OK。よくできました。縫合処理はこれで終わりね。縫合は結構簡単なんですね。ガラス片の摘出。ピンセットを使って、ガラス片をタッチ。傷口から抜くように。痛い。傷口からまっすぐ抜くようにしないと。あ、すいません。はい、難しいんですけど。はい、ちょっと。感度が、死ぬ。このままじゃ。バイタルが下がってきましたよ。あ、逆か。こっちか。こっちですね。逆に傷口に今、ガラス片を突き刺していた。ひどいことをしていた。すいません、患者さん。間違えました。ごめんなさい。傷口に突き刺してました、今。はい。抜き終わりましたよ。小さな傷の処置もしちゃいましょうか。ヒールゼリー。傷口に塗ってあげて。はあ、あ、すごい、傷が一気に治った。小さな傷ならこれで一発。へえ、万病に効く軟膏って昔から偽物ばっかりだったけど、とうとう本物が。医術は発達してるんですね。手術を続けるわよ。腕の中にもいくつかガラス片が埋まっているみたい。なるほど、上腕上皮を切開しましょう。メスの前に消毒、あ、これも消毒もヒールゼリーでいいんですね。メスを取ってちょうだい。メス、メスター。ガイドに沿ってゆっくりと線を引く。切開、OK。はい。ああ、結構な数。感染症を起こすといけないわね。手順はさっきと同じ。まず、傷をピンセットで抜いていく。ってことですね。で、ヒールゼリーで、治す。傷を治す。で、並走する。ジグザグに閉じてちょうだい。はい、わかりました。広すぎず狭すぎずしっかり丁寧に。あれ？うまくいきませんでした。OK。こんな感じでいかがでしょう。最後まで気を抜いちゃダメ。はい。ヒールゼリー。あ、ヒールゼリーほんと万能ですね。ヒールゼリーがあれば、綺麗になった。最後に患部をテーピング。固定テープ。あ、固定テープなんてものはあるんでしょうね。傷口の端から端までビーパッ。お疲れ様。はい、ありがとうございました。ファーストオペ、終了です。ちゃんと復習しておいてね。わかりました。アイテムのアイコンを忘れそう。オペレーションエンド。オペレーションサクセス。手術成功。初めての手術、なんとか成功しましたね。やったぜ。いやー、これは天才外科医。これは天才外科医嘆きのアリア。ランク S でしょう。C！ 新米医師、雑魚。まあ、傷口にガラス片押し込みゃ、それはなりますわな。さすがに慣れてきたわね。簡単なものなら他の先生と差はない。つまり他の先生もガラス片を傷口にねじ込んでいると。助手とオーベンに恵まれてますから、指導医。靴掛先生なんですかね、オーベンは。腕も口も。早く先生って言われておかしくないくらいになってよ。超嫉妬カズケース、セーブしておきましょう。さて、ストーリー1の2、続、嫉妬の心得、チュートリアルが続きます。MRI の結果を見ても腫瘍は胃下部だけみたいね。腫瘍、良性の腫瘍、不測の事態の準備だけはしておいてね。何か質問は、腫瘍って何ですか？あ、ええ、その、大丈夫です。特にありません。月森先生は結構パッとしない性格を今のところはしている感じがいたしますが。ちゃんと聞いてる？怒られた。忙しいのはわかるけど、仕事中はしっかりしてよ。すいません。しっかり寝てるの？寝てます、寝てます。1日6時間はきちんと寝てちょうだいね。君のためじゃなくて患者さんのため。月森。権藤さんのカンファレンス。権藤さん。はいはい。彼とは読んであるか。権藤さん知らないです。まだです。あー、怒られてる先生。いかんぞ、そんなことじゃ。もう3年になるのね。まだ私か欧米に言われないと動かない。怒られている。左門会が必要かもね。月森医師の診療地帯と人生の地帯。いじめられてる、いじめられてる。ひどいこと言いますよね。うん、研修医でもない。確かに、自覚を持てと。例の件、院長に話してお、例の件って何ですか？そうですか、ありがとうございます。例の件って何ですか？聞いちゃダメよ。聞いちゃダメよ。ダメか。私的なこと。あー。なんかありそうですね。長期休暇とか。リフレッシュ。仕事放り出すタイプじゃないしな。信頼されてますね。詮索はそこまで。術前カンファレンスに入る。はい。またオペですね。今日お前が出頭する手術だが、胃下部の腫瘍の摘出。種村久志さんかな。179.9。結構上背がありますね。で、64.3。それにしてはちょっと痩せ気味かな。胃表面に腫瘍。悪性になる前に摘出が必要と判断。なるほど。2年前の検査では良性で、サイズも小さかったけれども、大きくなっている。急に大きくなった。出血も見られる。なるほど。悪性になりそうっていうことですね。はいはい。今のうちに切ってしまうことにした。オペですね。手術要項は1つ。胃下部の腫瘍切除、摘出。以上だ。わかりました。ただし、フォーウェル法。知りませんね。なんでしょう。フォーウェル法。ドレーンで腫瘍の細胞質を吸引し、腫瘍の容積を減らしてから切除。あー、大体ざっくりと吸い込んでから細かいところを切りましょうって感じかな。細胞がばらけて転移しづらくなるし、切除層も小さくて済む。医術用語はあれですね、言いにくいものが多い。へえ。これが主流になってきている。まあこれ2005年のゲームなんで最近はどうかわかんないですけど、お前も今のうちに身につけとけ。わかりました。手術を開始しろ。冷静に敏速にな。了解です。オペを開始します。手術開始。まずは消毒ですかね。慎重、冷静さと慎重さが求められる。やっていきましょう。気を引き締めてかかってね。消毒の後、切開をお願いします。メス。OK。さ、胃ですね。めっちゃ胃だ。腫瘍の処置をするわけだけど、バイタルが下がり気味。はいはい、60。注射器を取って、バイタルを瓶にタッチ、そのままスライドして、ああ、なるほど。次は患部のどこでもいいからタッチしてそのまま、おお、バイタル回復した。安定してきた。じゃあ始めましょうか。昨日の検査では胃下部に影があった。エコー。はい。患部をタッチしてみて。特に、すぐ消えてしまったのは早いからよ。ぴったり影を捉えればくっきりと長い時間表示される。ベテランの先生だと目測だけで手術してしまう人も多いけど。はい。影が消える前に中心をまっすぐ切り開いてちょうだい。こういうことですか？違うな。こういうことか。結構大きい。なんか、だいぶ緑色で産んでるのかな。靴掛先生の指示通り、ポーベル法で切除しましょう。ドレーン。あ、これがドレーンですね。腫瘍の上をタッチしてドレーンの先っちょをつける。管に沿って上方向にドレーン。 OK。 細胞質吸引は成功。これでだいぶ吸えたってことですね。腫瘍の内部に組織液が染み出してくるの。手早くメスで切除しましょう。ほい。なんとまた染み出してきた。今のでも遅かったってことですか。はい、切りました。腫瘍摘出。メス。はい。ピンセット。まずまずの手際。腫瘍を切ったら終わりではない。めっちゃ血出てますもんね。人工膜を移植して塞ぐ。そんなことができるんですね。ピンセットでトレイの上の人工膜を切除痕に乗せてちょうだい。はい。あ。このまま人工膜を定着させる。わかりました。ヒールゼリー便利だな。ヒールゼリーすごい便利。OK。人工膜が有用し始めた。人工膜はタンパク質でできてる。へえ。すごいですね、医療の進歩。手でマッサージ。手お手手。もみ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 。これでもう大丈夫。では、ナートで終わり。はい。オッケー。で、最後に、ヒールゼリーを使って、消毒して、テープで、ピピピピピ。はい。オッケー。これで、おしまいです。オペレーションサクセス、手術成功。もう慣れたもんですね。慣れたもんですわね。いや、これ S でしょ。これも S でしょ。手際良かったですもん。プロの手際。いかがですか？ランク、ピーン !C! 新米医師、グソザコ。なかなか無難にこなしたな。すいません、C でしたけど。速さよりまず確実さ。はい。そうですね。患者さんの身になったらね、そうですよね。丁寧にしないと。日に日に成長が見て取れる。よかった。褒められた。ありがとうございます。調子とカルケウス。はい。ということでね、今回はここまでで終了とさせていただいて、また次回ね、続きをやっていこうと思いますわよ。まだね、全然普通の執刀カルケウスですけれども、超執刀とは果たしてどのようなものなのか、こうご期待でございます。ではでは、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。